さて中村さん、先ほどの試合ちょっと尋常ならざると言いますか、そのレベルまでボルテージ上がりましたからね。そうですね、デビュー戦の脇選手と2戦目の原選手が、はい、まあそこまでこう熱気というか会場を沸かせたんで、この2人にも、ね、それに続いてほしいなと思いますね。いや、そうですね。今中央へ、左側青いグローブが大高瑞希です。キャッチは禁止なんで、そして右側和義、注意してください。自分で突き放してしちゃう。和義、2014年は9月の新宿フェイス大会、久々のクラッシュ登場でした。稲妻翔平戦、そこを経てここにやってきています。苦しみながら怪我から復帰したのが青コーナーの大高、失礼しました。勝てば大きい一戦です。実績は上位のこちらが和義、はい、さあ今第1ラウンドのゴングが鳴らされています。和義といえばという中村さん構えがあったんですけれどもね、かつて。そうですね、あの昔は結構あのノーガードに構えたりとか、はい、あのいろいろこうなんかトリッキーな戦い方する時もあったんですけど、まあ、今は、ね、はい、まあ、始まってみてもあの分かるとちょっとややこうオーソドックスな感じに構えてますけど、まあ、和義選手この55キロの中では、うわー、すごい右だー、バンダリ打って倒れた。一発目 KO で勝ってよかったです。皆さん、俺クラッシュのベルト欲しいです。次強いやつお願いします。ありがとうございました。見事なロックアップ勝利、和也選手に今一度大きな拍手をお願いします。